鶴ヶは長野県長野市の市街地東部にある地区。大和鶴ヶから分かれた今町、佐内町、東鶴ヶ町についても扱う。近藤町については近藤町を参照。大和鶴ヶ地内には工術の11の町名がある。大和、長野、鶴ヶ、西長野、南長野の区域では、大和の回区分として、通称町名と、小字の2種類がある。 郵便番号は、通称町名ごとに個別に割り当てられている。住所は、長野市大座、鶴が緑町のように表記することもあるが、大座、鶴がを省くことが半ば慣例化している。また、通称町名の他に、苗間平、森下といった小座があり、これらは土地の登記の場合などを除き、原則として用いないことが慣例となっている。長野市役所の住所を例にとると、 以下の三通りの表し方がある。通称町名の内七瀬は、長野市役所競り立所、その他は、長野市役所第三地区の管内である。鶴川、は、長野市街地を形成する三大技の一つである。地域の中央部を品の鉄道北品の線、北陸新幹線が貫き、国道19号が、東西に横切る。北端を国道406号が、東西に通過する。 周囲は、以下の大技、町長と接する。古くは北国街道沿いに発展してきたが、1888年に、新越本線、さらに1926年に、長野電気鉄道線と日本の鉄道が地区内を通るようになってからは、各駅周辺も発展を見せた。特に七瀬地区は、鉄道の町として栄えた。江戸期に町場であったのは北国街道沿いの、 遠いゴ所町やゴン町に泊まり、以降も長野電鉄線の線路に阻まれて、それより東への長野市街地の広がりは鈍かった。しかし1965年に長野市役所が緑町に移転し、1981年に長野電鉄線が地下化されると、長野大通り沿いや昭和通り沿いに発展を見せ、現在では北品の線あたりが市街地の外縁となっている。大技。 鶴ヶの範囲は、おおむね旧上目の地群、鶴ヶ町の範囲に相当する。旧、鶴ヶ町の歴史長野市、鶴ヶの歴史権道町の遠隔は、権道町遠隔も参照。今町は、消防局前交差点を中心に広がる町。1937年成立の今町と、大技鶴ヶ居町がある。郵便番号は共に380-0901。町の中央部を、 国道19号が東西に横切る。北西園を品の鉄道北品の線。北陸新幹線が通り、長野市街地と隔てられている。周囲は以下の町町と接する。関西な住宅街で、社宅などが多い。地区内の人口及び、世帯数は604世帯1、201人。路線バス国道19号、東通りを走るアルピコ交通。 超電バスの以下の路線系統が利用できる。長野信用金庫本店上地と市町は長野市立鍋屋伝承学校を中心に広がる町。郵便番号は380-0821。町の中央部に昭和通りが東西に横切り、東園を長野通りが南北に通過する。周囲は以下の町町と接する。 昭和ドリー北の上千歳町通り周辺は、近藤町から連続して飲食店、風俗店が多い。以南の千歳町通り沿いは、南千歳町から連続して、ブティックなどが多くなってくる。地区内の人口及び、世帯数は、283世帯547人。八坂神社五祭礼で、屋台巡行をする五祭礼町20町の一つである。 昭和初期に古才霊町に加わった。昭和初期に町内の職人の手で3年がかりで制作された踊り屋台を有している。鉄道市役所前駅北口長野大通りの地下に長野電鉄の市役所前駅があり、以下の路線が利用できる。路線バス昭和通りを走るアルピコ交通、昭和高速運輸、長野大通りを走る。 商電バス、グルリン号の以下の路線系統が利用できる。NTT どこも長延びる詳細は、近藤町を、三商電町は、田町西交差点を中心に広がる町。郵便番号は380-0815。町の中央部を、長野大通りが南北に貫き、柳町通りが東西に横切る。域は、柳町通りに沿って、東西方向に長く広がり、 長野大通りが貫く部分でくびれている。周囲は以下の町町と接する。町内を貫く柳町通り。通りの両側と写真採用の白い建物周辺が多町。長野大通りを境に西側はゴン町から連続して飲食店、風俗店、ラブホテルが多い。東側は柳町通りに沿って個人商店が多くなってくる。 地区内の人口及び世帯数は335世帯610人。八坂神社五祭礼で屋台巡行をする五祭礼町20町の一つであるが、近年は参加していない。路線バス、柳町通りを走る町電バスの以下の路線系統が利用できる。佐内町は長野市役所の北に広がる町。1937年成立の佐内町と大技。 鶴がさな町がある。郵便番号は共に380-0812。町の中央部をさな町通りが斜めに貫き、南縁を昭和通りが東西に通る。東園には品の鉄道北品の線、北陸新幹線が通る。周囲は以下の町町と接する。中小の商店、工場や住宅が多い。地区内の人口は前身の緑町。 東鶴ヶ町、西鶴ヶ町の各一部として集計されており、さなえ町のみを集計した資料はない。町内に公共交通機関は走っていないが、昭和通りを走る路線バスが利用できる。都井御所町は都井を中心に広がる町。郵便番号は380-0834。町の中央部を昭和通りが東西に横切り、西苑を中央通りが南北に通る。 周囲は、以下の町町と接する。都以後 SBC 周辺一帯は、長野銀座と呼ばれ、昭和30年代頃は、丸善銀座や、長野丸三つの二つの百貨店と、隣接する日田町には、大英長野店が立地し大いに賑にわった。しかし1966年に長野丸善が、長野駅前に移転し、徐々に衰退。2000年夏には、長野祖合が破産。 閉店、同年末に大栄長野店が移転、閉店するに至った。その後2006年に、両百貨店の跡地に再開発ビル、トイゴが完成。大栄長野店跡も2003年に門前プラザとなり、人の流れが戻りつつある。町名は、鎌倉時代に町内にあった、品の国国画の守護所、豊御所に由来し、古くは、豊御所と表記した。 この豊か御所の名は、1197年に、源頼朝が善光寺三景の際、この御所で休んだことに起因するという、同様の由来を持つ町に中御所がある。地区内の人口及び世帯数は、57世帯107人。八坂神社御祭礼で、屋台巡行をする御祭礼町20町の一つであるが、1979年を最後に参加していない。 1872年製作の総ル市の売り屋台を有しており、解体保存されている。路線バス昭和通り、中央通りを走るアルピコ交通、超電バスが利用できる。詳細は、昭和通り、路線バスを参照セントラルスクーエアホテルジャルシティ、長野七瀬は、地域南東に広がる町。七瀬、七瀬中町、七瀬南部に分けられる。 郵便番号は七瀬が380の0906、七瀬中町が380の0904、七瀬南部が380の0905。また、七瀬地区のみ一部の小技にも郵便番号が振られており、峰村が380の0903、中関が380の0902である。地区の中央部を東通り、南縁を東口通りが通る。生には、 品の鉄道北品の線、北陸新幹線が通る。周囲は、以下の大技、町長と接する。線を通る品の鉄道北品の線により、長野市街地と隔てられており、住宅や、中小の商店、事業所が多い。地名は、地区内を裾場長支流の小川が多く流れることに、由来し、古くは、七瀬河原村とも呼ばれていた。地区内の人口及び、 世帯数は以下の通り、路線バス東通り、東口通りを走るアルピコ交通、長野県道58号長野須坂インター線を走る、超電バスの以下の路線系統が利用できる。七瀬、編集、七瀬中町、編集電産本社ビル、七瀬南部、編集長野市立南部小学校西鶴ヶ町は、地域中央部に広がる町。 郵便番号は380-0814。周囲は以下の町町と接する。県内最大の繁華街である近藤町と現在の東鶴ヶ町にかつて置かれていた遊郭、鶴ヶ新地を結ぶ町であり、風俗店、ラブホテルが多く、2012年までは市内唯一の成人映画館もあった。地区内の人口及び世帯数は、 326世帯557人。なお、これは、サナ町の一部も含む値である。町内に公共交通機関は走っていないが、長野電鉄長野線の権藤駅や長野大通り、昭和通り、柳町通りを走る路線バスが利用できる。東鶴ヶ町は、地域中央部に広がる町。独立した町名の東鶴ヶ町と、大技、鶴ヶ東鶴ヶ町がある。 郵便番号は共に380-0811。町の中央部を、さない町通りが斜めに通り、東園を品の鉄道北品の線、北陸新幹線が通る。周囲は、以下の町町と接する。1871年に、交渉制度によって、権藤町にあった遊郭が移された、鶴賀新地の跡である。1万坪、板塀で囲った、鶴賀新地には、 1899年の時点で43件ほどの議論があり、芸妓、将棋は445名いたという。将棋の8割は新潟県の貧農出身であった。売春禁止法により1958年に廃され、現在は5番目上の道路や不採地にある将棋、死亡尺用等に当時の記憶を止める。地区内の人口及び世帯数は、 428世帯716人。なお、これは、サナ町の一部も含む値である。町内に公共交通機関は走っていないが、長野電鉄長野線のゴ堂駅や長野大通り、昭和通り、柳町通りを走る路線バスが利用できる。緑町は、長野市役所を中心に広がる町。郵便番号は380-0813。 町の中央部を昭和通りが東西に横切り、西園を長野通りが南北に通る。南円には品野鉄道北品野線、北陸新幹線が通過する。周囲は以下の町町と接する。町内を走る昭和通り昭和通り沿いはビジネス街となっている。昭和通り北の近藤駅に近い一角は飲食店が多い。 新越本線沿いには長野都市ガスのがスタンクがそびえる。地区内の人口及び世帯数は317世帯609人。なお、これは佐奈町の一部も含む値である。八坂神社五祭礼で屋台巡行をする五祭礼町20町の一つである。1954年に加わった最も新しい五祭礼町である。 五歳霊町参加にあたり木なさ村から購入した江戸期製作の本屋台を有している路線バス昭和通りを走るアルピコ交通、超電バスの以下の路線系統が利用できる。南千歳町は長野駅の北に広がる町。南千歳一丁目、二丁目と大技鶴ヶ南千歳町がある。町の中央部を長野大通りが南北に貫き、 北部を西区町通りが東西に横切る。周囲は以下の町町と接する。長野大通り。写真奥が南千歳一丁目南千歳一丁目は長野駅前後寺口ロータリーに接しており、長野東急百貨店をはじめとして商業施設が多く立地する。長野東急北側には南千歳公園を中心に中小の商店が集まっている。 長野大通りと品の鉄道北品の線との間の区画は一番街と呼ばれ飲食店が軒を連ねる。南千歳二丁目は西区町通り沿いに中小の商店が集まる。南千歳町交差点北東の区画には飲食店が多い。大技鶴ヶ南千歳町の区域は千歳町通り四万里を工事沿いに飲食店が密集している。 1888年の長野駅開業に伴い、末広町などと共に新たに開かれた町である。地区内の人口及び世帯数は以下の通り。八坂神社五祭礼で屋台巡行をする五祭礼町20町の一つである。1955年製作の白木造りの屋台を有している。鉄道 JR 長野駅前後寺口、長野電鉄長野駅入口。 JR 東日本、品野鉄道、長野電鉄の長野駅があり、以下の路線が利用できる。また、長野電鉄長野線市役所前駅の南口が、南千と瀬2丁目にあり、平日の7時10時のみ利用できる。路線バス、長野駅前後寺口ロータリーから市内を走る、ほとんどのバス路線が利用できる。詳細は、長野駅バスを参照このほか。 長野大通りを走るぐるりんを、超電バスの以下の路線系統が利用できる。ありがとうございます。